アルゼンチンのブエノスアイレスで開かれている IOC 総会で、2020年夏のオリンピックの開催都市が東京に決定しました。夏のオリンピックは1964年の東京大会以来56年ぶりになります。 The games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo、yeah!何か運命を感じましたし、幸せです。東京は1回目の投票で過半数に達しませんでしたが、イスタンブール、マドリードを上回る42票を取りました。そして決選投票では60票を獲得し、36票だったイスタンブールに圧勝しました。夏のオリンピックは1964年の東京大会以来56年ぶりになります。